大阪府堺市堺区、恵比寿島町に本社を置く酸化チタンなどの化学製品を製造、販売する総合化学企業である。1918年創業。酸化チタンをメインとして無機材料製品、触媒製品、電子材料部品などの製造を行っている。他社において問題となった酸化チタンの製造の際に発生する配流酸は、 全て自社の処分場で処理を行っており、問題はないとされる。なお、医薬品事業は2013年4月に、官房薬、改め原の販売元で知られる株式会社、海原へ事業上渡し同社は海原ファーマ株式会社に称号を変更した。かつては、バリウムの原料である重症石の確保を目的として、北海道赤井川村に、 小樽松倉鉱山を保有していた。1935年に同社に買収された後に、開発され、1971年に閉山している。無機材料製品では酸化チタン、バリウム、ストロンチウム、亜鉛などの分野に強みを持ち、同社の医薬品事業の形成にもつながっている。その他、触媒分野でも、光触媒や脱症触媒、油脂加工触媒、 保存分解触媒などの分野で実績を持つ、緑会の会員企業であり、3話グループに属している。ありがとうございます。